5000人以上にお金の知識を伝えていく中で、たくさんのお金持ちに共通しているルールがあることに気づきました。それはお金の基本を抑えて、お金が自動的に貯まる仕組みを作り、それぞれのお金の使い方の価値基準に合わせてお金を使うということです。なんだそんなの当たり前じゃないかという声が聞こえてきますが、お金持ちになるためにはお金の基本を学び、それをコツコツと実践するというシンプルな方法しかありません。今はウェブ記事や YouTube、Twitter など無料でお金の情報を得られる時代ですが、その情報には正しいものも間違ったものもあります。本書ではお金のプロ、ファイナンシャルプランナーとして活躍されているお二方が、確かなもので鮮度がよく裏付けされたお金の情報をまとめてくれております。お金持ちになるのは簡単です。お金の基本を行動に移すだけ。いつ始めても遅いなんてことはありません。今この瞬間があなたの人生で一番若い時ですから、人生を変えるなら今なのです。皆さんどうもこんにちは、本要約チャンネルの武見です。今回は頼藤大樹さんと高山和恵さんが書かれた1日1分読むだけで身につくお金大全100を解説していきたいと思います。著者のお二方はお金のプロ、ファイナンシャルプランナーとして講演や相談を通してたくさんの方にお金の知識を伝える傍ら、自らも貯蓄、投資、節税、保険、キャッシュレス、そしてイデコ、ニーサ、日本株、米国株、不動産投資、仮想通貨、ソーシャルレンディングなどなど、ありとあらゆる種類の投資を実践していらっしゃる方々です。その結果、生活に不自由はなく、やりたいことがやれるくらいの資産を構築することに成功されたそうです。このように言うと、成功者の話は自分には関係ないよと思われる人いるかもしれませんが、お二方は最初からお金持ちだったわけではありません。お金の基本を愚直に実践してきたことで、時間にもお金にもゆとりのある暮らしを勝ち取ることに成功したんです。皆さんもお金持ちになれたらいいなと漠然とは思っているかと思います。では皆さんがお金持ちまでとは言わなくても、お金に余裕のある暮らしがしたいと思っている理由は何でしょうか。おそらくその理由は、時間にもゆとりがある暮らしができるからではないでしょうか。そして何か自分のやりたいことが見つかった時に、時間やお金が原因でそのやりたいことを諦めるのが嫌だからでしょう。私はお金持ちになれないよと最初から諦めている人がいます。しかし繰り返しますが、今お金持ちの人だって生まれつきお金持ちだったわけではありません。彼らにはお金持ちになるだけの共通しているルールがあるんです。それはお金の基本を抑えて、お金が自動的に貯まる仕組みを作り、それぞれのお金の使い方の価値基準に合わせてお金を使うということ。このルールさえコツコツと淡々と実践することができれば、誰でもお金にゆとりのある暮らしを手にすることができます。では本書を通してお金の基本について楽しみながら私と一緒に学んでいきましょう。本日の動画では本書の中で個人的に特に重要だと思ったポイントにフォーカスして解説します。この動画を見ることによって、この本いいなと思っていただけましたら、概要欄にリンクを入れておきますので、ぜひ一度本書を手に取って全ての内容をチェックしていただきたいと思います。本書はカラーでイラストもたくさんついていて、とても読みやすい本になっております。それでは早速リラックスして楽しみながら本書の内容を私と一緒に見ていきましょう。本日のお品書きは次の通りです。1限でお金の節約の基本について、2限でお金の貯め方の基本について、3限でお金の増やし方の基本について解説していきたいと思います。お金の基本的な知識なんてすでに知っているよという方であっても、もう一度重要な基本を確認しつつ、その基本を自分が実践できているかどうかという観点から動画を見ていただければと思います。それでは早速1限のお金の節約の基本からお話をスタートしていきましょう。さて、いきなりですが皆さんに質問があります。お金を貯めるにはどんな方法がありますか？ちょっと少し考えてみてください。人によって様々な回答が思い浮かぶかもしれませんが、突き詰めて考えるとお金を貯める方法は次の3つしかありません。方法1、収入を増やす。方法2、支出を減らす。
方法3、お金自身に働いてもらう、すなわち投資する。いかがでしょうか。この3つしかないんです。1つ目の収入を増やすというのは、例えば給料を上げたり、給料の高い会社に転職したり、副業をすることです。そして2つ目の支出を減らすというのは、家計を見直したり、無駄遣いを減らしたり、税金を節約することです。そして3つ目のお金自身に働いてもらうというのは、基本的には投資をするということです。さて、この3つの中で一番早く効果が出て誰でも簡単にできるのはどれでしょうか。そうでございます、2つ目の支出を減らすことですよね。収入を増やすには転職をしたり頑張って働く必要がありますが、誰もが誰もできるわけではありません。そしてお金に働いてもらう投資には元でとなる資金が必要ですし、時間もかかります。ですから私たちがまず第一に着手するべきことは、支出を減らすことなんです。給料を1万円上げたりとか、投資で1万円稼ぐというのはなかなか大変ですが、無駄遣いを減らして1万円節約することは比較的簡単に実行できるでしょう。というわけで皆さんにはまず支出を減らすということから取り組んでいただきたいんですが、そのためにまずやるべきことは、自分の今の現状を正確に把握することです。そもそも自分が今月にどれぐらいのお金を使っているのかがわからなければ、支出を減らすもクソもないからです。ではどうやって支出をチェックすればいいのか。一番シンプルな方法は、簡単な家計簿を作ることです。まず買い物のレシートや領収書、カード明細、スマホ決済の購入履歴などを1ヶ月分集めます。それを1、固定費、2、食費、交際費、3、その他の3つに分けます。3つに分けられたら、レシートなどをもう一度見直し、必要な支出に丸、不要な支出に×、曖昧な支出に三角をつけましょう。そして×の支出をまず減らすんです。そして×がなくなったら三角の支出も減らします。支出はこのような支出を減らす仕組みを作って機械的に実行することで初めて減らすことができるんです。よし、無駄遣いをこれから減らしていこうなどと漠然と思っていても絶対に減らすことはできません。そして家計簿をつける以外には、家計簿アプリを使うという方法もあります。著者がおすすめされているアプリはマネーフォワードミーというアプリです。このアプリは金融機関のサービスと連携させると、お金の出入りを自動的に記録し、レシートを撮影して記録することも可能です。そして記録した入出金の履歴を自動で分類して表示してくれるという優れものだそうです。このアプリに興味のある方はマネーフォワードミーと検索してみてください。ではここまでで、家計簿をつけるか、あるいは家計簿アプリを使うことによって自分の毎日の支出が確認できました。ここからは具体的に項目別の節約の具体的なテクニックを解説していきましょう。ガンガン節約して1円でも多く貯金していこうではありませんか。まず節約するといった時に重要なのは、優先順位をつけて節約すること。まず私たちが節約するべき第1位は固定費です。固定費とは毎月決まって一定額発生する費用のことで、例えば家賃、通信費、水道光熱費、保険料、自動車費などが当てはまります。この固定費には金額が大きいものが多いですので、まずはここにメスを入れることで効率よく節約することができるんです。また固定費は一度見直せば効果が長続きするというのも嬉しい点です。電気代を見直せば、ずっとその見直した安い電気料金で生活することができるわけですから、一度見直すことの効果は大きいんです。そして固定費にメスを入れたら、次は無駄遣いにメスを入れます。何気なく通っていたカフェのコーヒーは1杯500円程度でしょうから、毎週3日通っていたらそれだけで月6000円ぐらいの出費になってしまいます。そして固定費、無駄遣いを減らせたら、次は食費、交際費、お小遣い、
趣味といった毎月金額が変わる変動費も削減していきます。このように節約すると言った時は優先順位をつけて、まずは固定費、その次は無駄遣い、最後に変動費という順番で節約していくようにしましょう。多くの人はこのように優先順位をつけずに、昼ご飯を700円から500円に節約しようなどとちまちまやってしまいますが、そんなことをするよりも大きな固定費を見直す方がはるかに効果的なんです。ではまず固定費から一緒にメスを入れていきましょう。固定費の中で一番金額が大きいのは何と言っても家賃です。最初に言っておくと、最強の方法は実家に住むという方法です。最近ではリモートワークが普及しておりますので、実家に住んでも大丈夫だよという人が結構いるかと思います。そんな人はぜひ実家に住むことによって家賃をゼロにしてください。では実家に住めない人はだいたいどれぐらいの家賃にするべきなのでしょうか。昔はよく家賃は月収の3分の1が目安などと言われていたんですが、今の時代はなかなか給料が上がらない厳しい時代ですから、結論から言うと家賃は手取り金額の 20% から 25%、 首都圏だとしても最大 30% に抑えるのが理想です。つまりあなたの手取りが月に25万円ならば、家賃は5万円から6万2500円が目安となります。ぜひここで一度自分の今の家賃は手取りの何パーセントくらいなのかなと計算してみてください。そして 25% を超えているようならば、その家賃は高すぎですから、安い部屋に引っ越すことなどを検討しましょう。また5月から8月は閑散期で借り手がつきにくいため、家賃の値引き交渉もしやすくなります。さて家賃の次は通信費にメスを入れていきます。通信費は2021年に入って大手キャリア3社が格安プランのサービスを一斉にスタートしたことによって通信費を下げやすくなりました。今大手キャリアを利用しているのならば、格安プランに乗り換えるだけでこれまで毎月1万円はかかっていたスマホ代が数千円は削減できますから、ぜひ今自分が使っているキャリアの格安プランを調べてみてください。またワイモバイル、楽天モバイルなどの格安スマホを利用するのも良いでしょう。また大手キャリアではなく格安 SIM を使うことも良い選択肢です。この通信費も一度見直せばその効果が長く続きますから、めんどくさいななどと思わずにこの機会にぜひ見直していただければと思います。では通信費の次は電気代にメスを入れていきましょう。電気代のおすすめはズバリ電気とガスを同じ会社から購入することです。会社によってはセット割が用意されていて、簡単に電気代ガス代を安くすることができるそうです。また普段利用している電力量や電気を利用する時間などでもお得なプランが変わってくるので、見直しは電気家計簿やエネチェンジなどの電気料金比較サイトを確認して行うと良いでしょう。また電化製品は待機電力といって、使わなくても電力を消費してしまっていますから、使わない電化製品のプラグを抜くなどして待機電力を減らせば年間6000円以上の節約になるそうですから、ぜひやってみてください。では電気代のお次は生命保険にメスを入れていきます。生命保険については結論だけお伝えすると、掛け捨てがおすすめだそうです。またなんとなくたくさんの保険に入ってしまっているという人も結構いるかと思いますが、保険料はバカになりませんので、ちゃんと自分が必要なものだけを選ぶようにしましょう。一世帯あたり年間で平均 38.2 万円の保険料を支払っており、これを30年支払い続けると合計1146万円にもなってしまいます。ですから今入っている保険を少し見直すだけでお金を貯められる可能性があるんです。では保険のお次は車にメスを入れていきます。結論から申し上げると、首都圏に住んでいる人は普段あまり乗らないならば売却してください。車には駐車場代、保険、税金、車検代、メンテナンス費用、ガソリン代と何かと費用がかかります。また地方在住であれば数十万円程度で済む中古車を検討しましょう。では車のお次は税金にメスを入れていきます。主な税金には所得税、
住民税、社会保険料などがあります。そして税金をできるだけ安くするということもお金を貯める上では超重要なテーマになります。例えば所得控除というものがあります。これは所得税額を計算するときに本人や家族の状況、災害や病気といった個別の事情を正確に反映させるための制度になります。所得控除には全部で15種類もあって、例えば扶養家族がいる場合は扶養控除というものを受けられるし、配偶者がいる方は最大で38万円配偶者控除というものが受けられます。このような所得控除を積み重ねていくことによって課税所得が少なくなり、結果的に納める所得税も減るんです。しかしここがねポイントなんですが、税務署はあなたはこの所得控除が利用できますなどとわざわざ教えてくれないんです。ですから税金を安くしたいのであれば自分で調べて自分で手続きをする必要があるんです。つまり知っているかどうかという知識の差で税金が安くなるわけなんです。ですから手続きをしていない所得控除や自分が申請できる所得控除がないかを毎年確認して、必ず年末調整や確定申告で手続きをするようにしましょう。このように言うと、私は個人事業主やフリーランスでもなく普通の会社員だから確定申告とは縁がないんですという人もいるかもしれません。しかし会社員や公務員であっても確定申告をした方が節税になる場合があるんです。例えば医療費控除、寄付金控除、雑損控除を行う場合とか、住宅ローン控除を初めて利用する場合などは確定申告をすることで節税になります。そしてね、確定申告なんて言っちゃうとなんだか難しそうですが、今では e-tax というシステムを使うことで税務署に行かなくてもスマホで行うことができます。便利な時代になったものですね。そして本書には多くの人が見直すべきものとして医療費控除、セルフメディケーション控除、扶養控除、ふるさと納税、住宅ローン控除などが挙げられております。税金を見直す際はこれらのものから見直してみてはいかがでしょうか。また節税しながら老後資金を用意できるということで最近有名になってきたイデコを活用するのもおすすめされております。それでは一言の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、お金を貯める方法は次の3つしかない。1、収入を増やす。2、支出を減らす。3、お金自身に働いてもらう、すなわち投資する。この中で一番簡単で誰がやっても効果が出るものは2つ目の支出を減らすこと。支出を減らすためにまずは家計簿や家計簿アプリで自分の毎月の支出をチェックしよう。支出をチェックできたら節約には優先順位をつけて固定費、無駄遣い、食費、交際費などの変動費の順で節約していこう。ポイント2、具体的な節約のノウハウを一元では6個紹介しました。1つ目は家賃でした。実家が最強です。実家が無理なら家賃は手取り金額の 20% から 25% にしようとお伝えしました。そして2つ目は通信費でした。大手キャリア3社の格安プランのサービスを活用しよう。そして格安スマホや格安 SIM も良いということをお伝えしました。3つ目は電気代でした。電気とガスを同じ会社から購入しましょう。また電気料金の見直しは電気家計簿やエネチェンジなどの電気料金比較サイトを確認して行います。また使わない電化製品のプラグを抜くなどして待機電力を減らそうとお伝えしました。そして4つ目は生命保険でした。生命保険は掛け捨てがおすすめです。そして生命保険は高いのでなんとなくたくさん入っている人は本当に必要なものだけを見極めることで大幅な節約になります。そして5つ目は車でした。首都圏の人は普段あまり乗らないならば売却、また地方在住であれば数十万円程度で済む中古車を検討しようとお伝えしました。そして6つ目は税金でした。税務署はわざわざ節税方法を丁寧に教えてくれませんから、税金を安くするには自分で調べて自分で手続きをする必要があります。税金見直しのポイントは医療費控除、セルフメディケーション控除、扶養控除、ふるさと納税、住宅ローン控除などがあります。またイデコを活用することもおすすめだとお伝えしました。それでは次2限で、
お金のため方の基本について解説していきたいと思います。さて、一元では支出を減らすのが一番簡単で効果のあるお金のため方だとお伝えし、具体的な節約のノウハウもお伝えしました。二元ではさらにお金のため方のポイントについて解説していきたいと思います。さて、まずお金を貯めるとなった時に重要なことがあります。それはお金を貯める目的と期限を決めることです。例えば3年後の旅行のために100万円を貯めるといった風に目的と期限を決めましょう。そして今全くお金を貯めておらず、これからお金を貯めるのなら額はとりあえず100万円を目標にしましょう。100万円貯めることができれば100万円貯められたという成功体験が生まれ、お金を貯める楽しみが分かり、より大きな額を貯める原動力になります。ではお金を貯める目的と期限が決まったら、次にやることはお金を次の3種類に分けて貯めることです。1、日々出入りするお金。2、5年以内に使い道が決まっているお金。3、10年以上使わない将来のためのお金。この3種類に分け、そのお金を目的に合った商品や制度で貯めていきましょう。具体的に言うと、1つ目の日々出入りするお金はいつでもお金を出し入れできる預貯金で貯めましょう。そして2つ目の5年以内に使い道が決まっているお金は比較的安全性の高い定期預金や個人向けの国債、社債などを利用しましょう。そして3つ目の10年以上使わないお金はイデコや積立NISAといった有利な制度を活用しながら運用で増やしていくことを考えましょう。ではここから具体的にお金を貯めていくわけですが、給料の中からどれぐらい貯めれば良いかの目安をお伝えしておきましょう。結論から言うと、家賃や住宅ローンを支払っている場合は手取りの2割、実家暮らしをしていて家賃がかからないという恵まれた人ならば手取りの5割を貯めましょう。そして多くの人は月20万円なら20万円の収入を先に使い、余ったら貯金しようなどと考えております。しかしこのやり方では支出がどうしても多くなり、なかなかお金を貯めることはできません。ズバリやり方を逆にしてください。つまり先に貯金分を取り分けて残ったお金で生活するんです。一人暮らしをしているのならば20万円の2割の4万円を先に貯金するんです。実家で暮らしている人なら20万円の5割の10万円を先に貯金するんです。そして余ったお金で生活するんです。そうすれば最悪残ったお金を全部使っちゃっても先に貯金分を確保しているわけですから、確実に貯金ができるんです。なるほど、先に貯金分を確保しておくのはうまいやり方だなと思ったそこのあなたも、口で言うのは簡単なんですが実際に行うのはなかなかこれが難しいんです。ですからこれを強制的に行うシステムを作ってしまいましょう。具体的に言うと、銀行口座を2つ用意し、片方を生活費口座、もう片方を貯蓄口座として、生活費口座に給料が振り込まれたらそのうちの一部を銀行の自動振り替えを利用して貯蓄口座に移してしまいましょう。この時銀行の自動振り替えという制度を利用するのがポイントになります。これを使えば生活費口座から貯蓄口座に自動的に強制的にお金を移動できますから手間がかからないんです。私たち人間はね、誰しも弱い生き物なんです。このような自動的な強制システムを使わないと、今月はちょっと友達と旅行に行きたいから貯金はいいかなとか、今月はちょっと仕事でストレスが溜まっていて美味しいものでも食べに行きたいから貯金はいいかな、来月からちゃんと貯めようなどと言って絶対貯金できなくなります。本気で貯金したいなら銀行の自動振り替えを活用してください。ではここで銀行口座を2つ作れと言ったので、おすすめの銀行口座についても解説しておきます。ズバリおすすめはネット口座になります。今はネットの時代ですから、メガバンクをはじめとする大手銀行を利用するメリットはほとんどないそうです。
ネット銀行ならスマホやパソコンで24時間残高確認や振り込みができますから楽ですし、ネット銀行の中には楽天銀行、イオン銀行のように預金金利が 0.1% 得られるところもあります。また同じ系列の多種多様なサービスを複数使うことでサービスがより便利になったり、割引やポイントなどの特典を受けられたりする経済圏というものがあります。おすすめは楽天とイオン経済圏になります。これらの経済圏を使うことでポイントアップサービスや金利の優遇が受けられるのでおすすめになります。それでは2限の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、お金を貯めるときはまずお金を貯める目的と期限を決めよう。額はとりあえず100万円を目指そう。お金を貯めるときは1、日々出入りするお金、2、5年以内に使い道が決まっているお金、3、10年以上使わない将来のためのお金の3種類に分け、そのお金を目的に合った商品や制度で貯めよう。ポイント2、一人暮らしなら手取りの2割、実家暮らしなら手取りの5割を銀行の自動振替を使って生活費口座から貯蓄口座にあらかじめ移してしまおう。おすすめの銀行口座は楽天銀行、イオン銀行のようなネット銀行、また楽天経済圏とイオン経済圏もおすすめである。それではラスト3限でお金の増やし方の基本について解説していきたいと思います。さて3限ではお金自身に働いてもらう、すなわち投資について解説していきたいと思います。投資というと難しそうだなと思われる人いるかもしれませんが、基本をしっかりと抑えれば投資は誰でもできる、お金を増やすための力強い味方になってくれるんです。日本人は投資にあまり積極的ではなく、現金や預金が金融資産の半分以上を占めておりますが、一方でアメリカは株式、投資信託、債券といった資産が半分を占めております。アメリカのように積極的に投資をすることで20年後の資産が2倍近くになることもあります。お金はどこに置いておくかで増え方が変わるんです。銀行に置いておいても今はほとんど利息なんてつきませんが、株式や投資信託のような金融商品の形で置いておけばお金に働いてもらい、利益を生み出すことも可能なんです。しかしこのように言うと、世の中には株式、債券、投資信託、不動産、仮想通貨などいろいろな金融商品がありすぎて、どれに投資したらいいのかわからないよという人がいるかと思います。そこで大前提として皆様に知っておいていただきたいのは、世の中に安全でさらにめっちゃ儲かるなんていう完璧な金融商品はないということ。そして金融商品を選ぶにあたっては、それぞれの金融商品の特徴を知ってうまく組み合わせることが大切なんだよということです。金融商品によってリスクとリターンは当然異なりますし、今持っているお金の額も人によって違うでしょうから、その金融商品がいいのかどうかは人によって異なるんです。また投資はお金を失うかもしれない怖いものであるというイメージを持っている人も多いかと思います。確かに投資でお金が減る可能性をゼロにすることはできません。しかし長期、積立、分散という3つのキーワードを大事にすることで、お金を失う可能性を減らしつつ堅実に増やすことが期待できます。長期、積立、分散という3つのキーワードについてそれぞれサクッとだけ解説しておきましょう。1つ目の長期投資というのは、長い時間をかけて投資を行うこと。例えば数十年という長い期間で投資をすればリスクを抑えて投資できますし、複利の効果も活かしやすくなります。そして2つ目の積立投資とは、一定額を一定のタイミングでコツコツと投資することです。1回の投資額は少なくても積み重ねることによって金額がどんどん大きくなります。また商品の価格に関わらず一定額ずつ買うことで平均購入単価を押し下げるドルコスト平均法の効果があるため、利益を出しやすくなります。そして3つ目の分散投資とは、値動きの異なる様々な資産に分散して投資をすることです。分散しておくことで仮にどれかが下がってもどれかが上がることで補いながらトータルとしてお金を増やすことができます。ではこの長期投資、積立投資、分散投資の3つを堅実に行えばどれぐらいのリターンが得られるのでしょうか。
金融庁は年平均で 4% のリターンが得られると試算しております。つまり100万円持っている人ならば年間4万円、1000万円持っている人なら年間40万円のリターンが期待できるということです。もちろんね、投資ですから 100% 平均で 4% のリターンが得られるというわけではないですが、単純に銀行に預金しておくよりもずっとお金を増やせる可能性が高いと言えます。ではあまり投資をやったことがない人がまずやるべき投資は何でしょうか。それはズバリ積立NISAです。積立NISAなら長期積立分散投資にじっくり取り組みつつ、投資にかかる税金をゼロにできるという圧倒的なメリットを享受しながら資産を築いていくことができるそうです。そして積立NISAを行う際は SBI 証券、楽天証券、マネックス証券、イオン銀行、ロー金の5つの金融機関から選んでおけば問題ありません。また一元で紹介したイデコを行う際も先ほどの5つの金融機関なら手数料が安いのでおすすめだそうです。では積立NISAでどんな金融商品を具体的に買っていけばいいのでしょうか。よく言われていることですが、やはりおすすめはインデックスファンドになります。長期投資、積立投資、分散投資の3つを堅実に行い、堅実にお金を増やすことがしたいなら、やはり積立NISAで eMAXIS SLIM 米国株式S&P500 や eMAXIS SLIM 先進国株式インデックスや楽天全米株式インデックスファンドなどのインデックスファンドを購入するのが良いそうです。もちろんね、投資ですからこの商品を買えば 100% 儲かるという簡単な話ではありませんが、なかなか長期にわたって安定的にこれらのファンドに勝ち続けられる商品はないそうです。とりあえずあまり知識はないが投資をしたいという人は積立NISAで eMAXIS SLIM 米国株式すなわち S&P500 などのインデックスを購入しても良いかもしれません。では最後に最近話題の仮想通貨について少し触れて終わりにしたいと思います。仮想通貨とは一言で言えばネット上でやり取りできる電子データのこと。仮想通貨は交換所や取引所と呼ばれる交換業者で売買換金することができます。著者は仮想通貨は非常に値動きが激しいから純資産の1割以下で少額の投資にとどめるべきだと提案されております。そして仮想通貨は買うのなら時価総額と取引量が多く有名企業との提携が多いビットコイン、イーサリアム、リップルの3通貨が無難であるとおっしゃっています。それでは3件の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、基本をしっかりと抑えれば投資は誰にでもできるお金を増やすための力強い味方である。世の中には完璧な金融商品はないので、金融商品を選ぶにあたってはそれぞれの金融商品の特徴を知ってうまく組み合わせることが大切である。ポイント2、投資をするときは長期、積立、分散という3つのキーワードが重要。長期投資、積立投資、分散投資の3つを堅実に行えば金融庁の試算によると年平均で 4% のリターンが得られる。ポイント3、積立NISAを SBI 証券、楽天証券、マネックス証券、イオン銀行、ロー金の5つの金融機関で行うのがおすすめ。また積立NISAで eMAXIS SLIM 米国株式、eMAXIS SLIM 先進国株式インデックスなどのインデックスファンドを買うのもおすすめ。ポイント4、仮想通貨を買うなら純資産の1割以下でビットコイン、イーサリアム、リップルのどれかを買うのがおすすめ。さて皆様いかがだったでしょうか。本日は本書の中でも特にお金を節約する、お金を貯める、お金を増やすという内容にフォーカスして解説してきました。本書にはその他にもお金の使い方やお金の備え方の基本についても分かりやすくまとまっておりますので、興味のある方はぜひ一度手に取って熟読されてみてください。本日は以上になります。この動画が良かったよという人は私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながりますので、高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。また本要約チャンネル、論文解説チャンネル、残酷すぎる世界の真実という3つのチャンネルも頑張って更新しておりますので、興味のある方は概要欄のリンクから他のチャンネルにも訪れていただけるととても嬉しく思います。ではまた次の動画で皆様と一緒に
緒に学習できることを楽しみにしておりますよ。また次の動画でお会いすることにしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。